どうもこんにちは、太郎です。今回は気質の研究は年中無休超フェス限定のパチェリーですね、こちらのガチャが来ておりますので、こちらをやっていきたいかなと思います。60連しっかりとね回して狙っていこうかなと思っておりますので、頑張ります。行きましょう。前回のアリスのガチャの時はくしくも惨敗してしまったんですけど、今回はどうなるでしょうかね。出てほしいなぁ。パチェリーってさ、なんか通常のパチェリーも持ってないんですよね、僕。だから、ちょっともっと来たいなっていうところがね、あります、正直。来てくれーい。絵札スタートです。OK。行きましょう、20連目。慣れてきた。なんか、こういう結果を見るのも。なんか、でもさ、イベントが来るたびに、なんか育成はさ、しっかりと進められていくから、結構ウェルカムっていうか、何？パチェリーじゃなくても、なんか被りだったとしても、まあ、普通のキャラだっても、なんか人が来てくれたらね、めっちゃ嬉しいなっていう感じが最近あります。なんか育成するのね、楽しいですよね。お！二つあるよ。おい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 、これ発言なんじゃない？俺。いや、何これカンナコとスワコ、スワコ顔やばくないですか？どういう状態？やったー、嬉しい。絵札。お、戦闘機。これもね、結構強いんですよね。お強いにしては。お、うどんげか。まあ、よしでしょう。冷戦うどんげん、ね、稲葉と言います。みんなからは、冷戦って呼ばれることが多いです。行きましょう。おお、待って、これめっちゃ嬉しい。心のやつだ。あと1枚で貫突かな、確か。やったね。貫突するならウサギがさ、2人同時に来るとかあるか、そんな奇跡が。おい、月の防衛隊です。そう、軍人です。以後お見知りおきを。これちょっとおもろくない？なんでウサギさ、二人同時来る？おお、はい、カーテンやの。いいっすね。星5は結構出ましたね。1、2、3枚。これは結構いい引きだったな。30連目、行きましょう。よいしょ。なんかだんだんさ、石とかもね、なくなってくるなーっていう感じがして、昔はさ、お！めっちゃいいじゃん、これ。昔なんかお賽銭が結構不足してて、ガチャが回しなかったんで、石がね、結構溜まってるなーって感じだった。何人型なしっていう感じだったんですけど、しっかりとね、お賽銭を集めることができるようになってきたので、どんどん石がなくなっていってますね。こんなに景気よく回せるのも今だけかもしれない。なんか、節約とかしながらさ、回したりするのかな。でも、灯籠って結構石のお話とかもあって、優しいよなって思いますね。あー、もう全然来ないっすね。やばい。50連目。あー、早いな。行きましょう。あ、絵札が、ちょっとお別れしていきます。はい、整理をしてまいりました。気を取り直して残り20連回していきたいと思います。来い、頼む、来てくれ。いや、ケンカ、今回さ、キャラがさ、まだ2人しか来てないよね。うどんげとレイセン、マジでちょっと引きが悪いな。ほらで、ね、ちょっと運をね、回収してほしい。マジで来てほしいなぁ。なんか結構爆死じゃない？今回。やばい気がする。めっちゃつ、ああ、辛いね、これ。やば。最後です。マジで？全然やば、出ないじゃん。渋い。渋いですね。お、コネクティング。ここでパチェリーが来て、一発逆転みたいな感じになってくんないと、ちょっとマジで。納得できないな、これ。マジやばい、今回。どうだろう。一応コネクティング走ったね。来た！来い！来い！来い！頼む！それで来い！
お、二つ見ていこう。わ、里の初上かな。私は様の御堂地が一人、西田里のよ。舞ともどもよろしくお願いするね。もう沖縄のあれですね、御堂地ですね。舞も持ってないんだよな。沖縄も結構好きなので来てほしい。お、初芸の絵だ。めっちゃおしゃれだな、なんか。ちょっと。里のちょっと嬉しいな。初芸だったから、じゃまた育てていこう。ここ、次です。最後、頼む、来い。パチリ。やった、本当に来た、やった、え、マジ、やった。お嬢様に使える元素魔法使いよ。他に何か言うことある？え、パチェリーってこんな感じなの？なんかちょっと雰囲気違う？え、この状態だから霊状付きの元素魔法使いだからこういうキャラ。パチェリーってこういう子なの？なんか初めて喋ってるの聞いたかもしれない、もしかしたら。ちょっと嬉しい。あ、よかった。ちょ、もう、ここまでのガチャが、ちょっと悲惨すぎて、お、マジどうしようみたいな、もうめちゃめちゃテンション下がってたんですけど、最後一気にね、挽回したね。分かってるね、トールは俺を喜ばす方法。こいつマジでもう、はい、やったー。引けたー、嬉しい。ちょっと詳細見ましょうか、せっかくなんで。はい、こちらパチュリーノーレッジですね。レベル100の状態で貫突ですかね。総合強さ7300。わ、結構強いじゃん、7300って。こんな感じになってます。ショットは、ん、やばいね、これブーストなしで属性入ってんの。え、どっちもじゃん、めっちゃ強いじゃん。これスペーカーはなんかいろんなとこで使えそうな感じだね、これ。凍結不要だし。やば。はぁ、あ。ラスアはどんな感じなんでしょう。おぉ、なんかすごいっすね。さすがなんか元素魔法使いっていうだけあってさ、いろんな元素を使うような感じになってるんでしょうか。すごい。有利属性に与えるダメージ 40% アップ。燃焼凍結毒切りに、かからずに霊力を 0.2 上昇。え、めちゃくちゃ火力が出る子なのかな、もしかして。スキルは燃焼3枚付与、味方全体の霊力がアップってすごいね。すご、陽光陰光3段階アップ、霊力 1.25 上昇。これはめちゃくちゃ強いアタッカーみたいな感じでしょうか。めっちゃやばくない？これ、特性。ターン開始時、自身の結界を1枚増加 55%。はっ。強っ。こんな感じでした。パチリ、これめちゃくちゃ強いんじゃないかな。ほんと攻撃って感じですね。攻撃に特化してて、なんか属性も豊富なんで、いろんなとこに連れていけるんじゃないかなっていう感じでした。はい。よくわからながらも見てきました。こんな感じでしょうか、合ってるかな。やったー。ということで、今回は気質の研究は年中無休、パチリーノーレッジ超フェス限ガチャ60連引かさせていただきました。お賽銭空っぽですけど嬉しいです。最後の10連出ててくれましたね、よかったまた新しいガチャとかがね来たら挑戦していこうと思いますので、そちらの応援もぜひよろしくお願いします。ということで、今回これで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。